山梨は多分そうです。え、山梨は多分そうです。あ、そうだよね。はい。そうだっけ。待っててください。あ、すべてが逆なんですよ。あ、そうなの。あ、はい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 。編集して反対から再生するとそうなるんだ。いや、なんでもない、なんでもない。今すごい視線を感じたんですけど、全然なんで煙こっち来るの。いいよ、大丈夫、大丈夫。早くそっちやってくださいよ。今見られてるかなと思って。ギャグですよ、ギャグ、ギャグですよ、ギャグですよ。全部入れたでしょ。今視線を感じたからやったんですよ。こんにちは、カトリーヌです。みんな元気？こっちはじいちゃんもばあちゃんもひいじいちゃんもひいばあちゃんもみんなひっくるめて元気です。我が家は見ての通りの大家族です。人が多い分人生の楽しみ方も千差万別あるわけです。で、それを支えているのが家族愛と定人。在宅医療機器のおかげで病院から自宅へ、自宅からお庭へ、そして町へ、旅行へ、時には余計なところまで、住み慣れた環境で療養できるのってほんと幸せです。定人さん、ありがとう。ますます高齢化社会となる日本ですが、恐れることなかれ。というわけで本日はほのぼのムードの中から定人のコマーシャルをお伝えしました。あれれ、じいちゃんたち遊びに行こう。だけじゃない、定人。ああ、いいぞ、このとろみがね。味噌汁の具合どうですか。バッチリでしたね。マジで。ほうとうっぽくなってました。ほうとう、ほうとうってどこだっけ。山梨です。あ、最初からそれが狙いだったんだ。そうなんですよね。どっち方面行こうかな。うまいっすね。これである程度完成してるじゃないですか、うん、で僕ね、トマト、なんであるのかなと思ってたんですけど、行ってみます。一缶まず。あのね、味に奥行きを出すために福山工場長が入れたのはホールトマトの缶詰。そしてこの後、型崩れしないように最後まで取っておいたナスを入れます。これで、しばし煮込みます。これでもあとはナスができたくらいがちょうどいいと思います。ここで広報部からのお知らせです。本日のゲスト、柏原隆さん主演のドラマバベルのビデオレンタルと DVD 発売が開始されます。お楽しみに。お天気は依然として曇り、そんな中何とかして星を見たいと2人が出かけたのが、屋上に大きな天体望遠鏡ドームを持つホテル。星を見たいんですが、はい、曇ってるんですよね。曇っております。見れますか。もうこれは大変申し訳ないというところで、はい。そうか、よく、まあ、望遠鏡があれば雲があっても大丈夫でしょうという、方はいらっしゃるんですけど、その無茶なこと言う人いるんですか。そんな、あの、たまに、いらっしゃいます。まあでも見えますよね、雲があっても。いや、無茶はおっしゃらないでください。ああ、うわ、来た。せっかくこんないいのがあんのんね。残念ながらここでも星は見えませんでしたが、前夜撮影した映像を見ることができました。これは火星、火のような赤い色。そしてこれは金星、ひときわ大きく輝いて見えます。こちらは土星、輪っかがあるのが分かりますか。あ、輪っかがあります。輪っかあるわ。すげえな。こんなに見えるんだ。質問したいことあるでしょ。今一番聞きたいことあるでしょ。さっきの火星には火星人見えたことありますか。絶対そうだと思った。見たかったな。見たかったですね。ちょっと残念です。まあでもちょっとまた夜になると晴れるかもしれない。晴れるかもしれないですよね。できてますかね。もういい感じだと思う。多分体
カレーとほうとう。うん、ほうとう見ましょう。いやー、いい感じにコクが。最後にもう一締め。隠し味にお醤油を入れて完成。できた。ちなみに柏原君、米普通ルー多め。そうですね、米多めで。米多めで。はい、米多めで。はい、ルーは多めで。あ、大盛りってことですね。はい、大盛りでした。でも大根も透明になってきた。あ、溢れそう。それっぽいかな。美味しそうなカレーの出来上がり。いただきます。いただきます。いただきます。食べたことがないカレーですね。本当？はい、美味しいです。美味しいでしょ、マジで。ほとう、ぜひ。うん、ほとう。うん、うん。あれ、いやいやいや、あれ、うん、柏原君来てくれた、あの星型のね。本当だ、星型のありますね。あるんですよ、星型の人参が、うん、さっきちょっと見れなかったですけどね、星がね、うん、でも俺たちが作ったカレーの中にはたくさんの星が瞬いてるよ。なんてことになってしまったんでしょうか。よりによって今からみんなでキャンプファイヤー囲んで歌を歌おうなんて、こんないい大人がね。じゃあ今日はですね、やっぱこの歌、この歌ですね。もう柏原くんが毎晩聴いてるっていう、はい、幸せな手を。じゃあ行きましょう、幸せな手を叩こう。幸せなら手を叩こう。柏原君は雨男なんじゃないんですか。ひょっとしてたまたまね、曇りで残念でしたけど、女性って本当にあんなに見えるんだなっていうのはね、うん、やっぱこう嬉しいですよね。ほらみんなで足ならそう、幸せならカレー食べよう。どうやるんだよ。イエーイ。燃えろよ燃えろよ炎よ燃えろ。楽しいな。レギュラーになりて。販売部からのお知らせです。現在販売部では寝っ転がりながら星が見れるアウトドアマットを考案中です。完成次第後日発表します。先日発表したテレビミックスバージョンのプレミアム CD に多数のご応募ありがとうございました。さらなるご要望にお応えしてザ・ゴールデンオールディーズ一般発売決定。福山エンジニアリングは定信の提供でお送りしました。